すぐるくん、おはよう。すぐるくん、今日は何に参加するの？あのね、もしよかったら、その…おお、味噌汁のいい香りが。おお、食欲をそそるな。おいおい、二人とも何つったってんだよ。早く食べようぜ。ううん、なんでもない。あ、冷めないうちにパパッと食べましょう。この絶妙な温泉卵の出来具合、まろやか。やっぱり朝は美味しい味噌汁よね。この焼き魚もうまいぞ。エネルギー充電、完璧だよな。あ、皆さん、おはようございます。ねえ、まほろさん、おかわりもらっていい？はい。うん？どうしたの？おかしいです。おひつの中が空っぽです。たくさん炊いたはずなんですけど。怪奇現象か。うん？先生、朝の露天にでもちょっくら使ってくるか。うん、そのようです。今日はおかわりなしか。すいません、明日はもっと炊いておきますね。ありがとう、まほろさん。これから午前中のスケジュールを伝える。4つのカリキュラムの中から各自好きなものを選んで参加するように。社会勉強を兼ねているので身勝手な行動はしないように。いや、うまくいっても葉っぱや貝殻だろ。
夢がねえな、夢が。化石掘りなんて地道な作業なんだぜ。どでかい夢見ながらじゃなきゃやってらんねえだろうが。夢？そうそう、こうバーンと恐竜丸ごとの化石とかさ。恐竜すごいです。あ、ミナワちゃん、ミナワちゃんもこっちに参加するの？はい。そっか、ミナワちゃんも。よかったな、ハマジ。狙う？私は。やっぱり恐竜だよね。ミナワちゃんはマンモスの牙だよ。さっきここの入り口にあった資料を見て言ってたよね。あ、はい。マンモスか。それも本当に夢だな。そうですか。私は地味な三葉虫でいいよ。よし、とりあえず発掘しようぜ。なあ、時間は限られてるしな。痛い割には何も出てこんしな。集中力は養えるが。ここらでちょっと休憩するか。そうだな。工事現場でバイトしてる感覚に陥ってくる。したことないだろ。ものの例えだ。中学生が働けるわけなかろう。しかし黙々と掘ってるな、あの二人は。うわ！これは三葉虫の化石。さすが地図。表情がなんとも愛らしい。愛らしくはないけどな。そうかな。私は気に入ったけど。不気味だな。ゴキブリが変形したというか、なんというか、こういうのがうようよいたわけだ。う、想像しちまった。俺、その手のやつってダメなんだよな。掘って持って帰ろう。かなり価値がありそうだが。これは私の枕元にでも飾っておくよ。お前は平気そうだな。何が？グロい世界。何それ？
ムカデやゴキブリ、ヘビがうじゃうじゃ地面にひしめき合ってるやつ。さすがにそれは。なんだなんだ、規制上げて。何があった？え？マジで？おお、かなり欠けてるが、それっぽいな。そんじゃ、ここら辺掘れば骨がワンサが出てくんじゃねえか。何？ごめんなさい。え、ミナーちゃん。歯だけでもすごいよ、ミナワちゃん。こんなの見つけ出すなんて、強運の持ち主だよ。はい。だけど、これからは丁寧に削っていこうね。はい。うん、これは負けてられないな。なあ、俺も何でもいいからゲットしなくては。だな。私も傷つけないようにさっきの掘り出そう。ここら辺土が柔らかかったの。うん、いいよ。そうかな。まあ、この土の奥から呼ばれてる気がするんだけどね。ここ掘れよってピピピッと。勘だよ。期待に応えられるかわからないよ。わからない。模様みたい。壺っぽいよ。まだ部分的にしか見えてないからよくわからないけど、大きな壺に変な模様が入ってる。期待に添えなくてごめん。がっかりだね。
この島って20年くらい前に浮上した島なんだよね。それまでは海の中。のものかも。ふむ、ムーの秘宝がこの下にザックザクだったらいいのに。1年はこの島で調査隊と一緒に寝泊まりするかな。呪いに気をつけながら。うん、古代遺跡にはなくてはならないアイテムだよ。それがなくちゃロマンとは言えないよ。安心しなよ。発見したのは私だし、スグル君には何の害もないって。本当に遺跡だったらの話だけど。じゃあもう少し掘ってみるよ。